はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回もね、みんなの投稿見ていくね。さあ今回は大感染観戦です。久しぶりやっていこう。はい、まず早速見ていくのがドンキーコング vs ロックマンということで、ロックマンの方が戦闘力高めですが、これ3速2分です。これどっちがボコすんだろうな。どっちでもありえそう。ロックマン側がね、あのコンボでボコす可能性もあるし、ドンキーがもうね、火力とか早期的にメテオとかで倒す可能性もあるんだけど、なんかロックマン感すごいなこれ。早速この一瞬で 40% 空中へ。やばそう。なんかウェビナーのね、お犬さんもうまく立ち回り使ってきそうな雰囲気あるな。でもまあ気がつけばパーセント一緒だからね。これがまあ重力強調かな。空下から空後。あれマジか。ロックマンかと思ったけど、これ結構ドンキーコングの方が割といける？割と決めるとき決めていく感じか？しっかり撃墜できるみたいな。テクニックえぐない？死ぬのそれ。今のもある種のなんだこの動き、なんか実戦でそんな動きするロックマンいないと思うんだが。世界大会か何かこれ。世界大会でも見なくないこんなの。やばいな。テクニックを使いね、駆使してもう動き回ってますけど、やばいな。え、ドンキーの方が良かったのに。気がつけば、え、あんなウェビーって使えるの？ウェビーのあのバネソニックみたいな感じのね。ちょっとで、ちょっと言いたかったこと、さっきの1足目のめっちゃうまい1足のバスト、あれ空中上と空中前のベクトル合成かな。なんか角度がちょっとおかしかったもんね。空中前の前にぶっ飛ぶのと空中上の上のやつが合体したのかな。ちょっとわかんないが、ちょっとまあロックマン使いじゃないからね、確証はないんだけど、まあ、そういうテクニックだったかもしれない。空中上死んでいくぞお前。空中でもね、結構ね、事故りますからね、ふわふわとか言ってね。さあ、ロックマン動き、やべえ。やべえ、やべえ、やべえ。マジで。でもちょっと今、手こずってる様子かな。さすがに2ストック目みたいな、その勢いはないけど。え、でもね、でも、あー、それ、なあ、やばいな、これもう、崖背負ってるって。でも、ドンキー粘り強いから。粘り強いけど、きついんじゃね。なんか狙ってる見てプレイよ。あ、死ぬ。もう、こんな受け身とかする余裕ないよな。もう頭混乱しちゃってね、俺でもあんな無理受け身。もうえやっぱテクニックってね、混乱させるからね、敵の動きというか頭を。はい、皆さん、カズヤ不足じゃないですか。大感染感染といえばもうカズヤなんですよ。カズヤが一番おもろいということで、早速ね、はい、3速1分40秒で終わっちゃう。この試合見ていこう。とはいえまあ戦闘力はリドリーの方が上やから、まあカズヤがね主役っぽいこと言いましたけど、リドリーがボコすかもしれない、それは分かんない。でもまあね、こんなね、早期決着ということは、まあ、神試合確定。うん。動揺しちゃったわ。カズヤ、一瞬で事故るんやけど、待って。一瞬で事故っちゃって、え？あ、やっぱ、もしや、ちょっと危惧しとった通り、これ、リドリー側がボコしちゃうパターン。でもちょっとカズヤの方がね、気持ちいいんだよね、見てる側的にはね。さあ、大丈夫か？の崖展開？ほい、トーン。お前、バカだろ！ 47% やったぞ、今。いや、47% じゃないな。掴んだ瞬間は 47% じゃなかった。え、なに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 、え、カズヤ、見せばそんだけってことねえ。爆発力はあったが、ちょっとこいつ、復帰がなんだな。復帰がちょっと怪しいですね。おうおう、受け身うまい。リドリーしっかりしますね。やっぱさすがにレベル高いですね。ビップということもありね。そう。まぁ、あ、ちょっと、まあ、カズヤらしさ出ましたけどね。さっきの。クソ財布狙ってんな。ちょっとまぁ、あ、ね、カズヤファン、やっぱカズヤ僕好きなんで、ちょっとこっからの怒涛の逆転を見せてほしいところはあるが、おぉ逃さない、甘えた復帰は逃さない。もうカズヤね、もうストック並んだら分かんない、即死コンボというのがありますから、行こうか。はい、あー、ミスった。あ、え、おい、あ、行くのこれ、行っちゃう、え、めちゃくちゃだこのキャラクター。はい、また同じようなストックと時間の試合です。よろしくお願いします。なんかマジでカズヤって動画映えするよね、まあ、大感染的にもね、すごい大感染ティア S やろ、うん、面白さティア S やと思う。なんでかというとね、圧倒的コンボでボコしても盛り上がるし、逆転力でボコしても盛り上がるし、確定してるの、それ確定してるんですか。で横スマが入るコンボに関してはなんかね、やっぱ僕風邪つけてないから分かんないんだよね。本当にそれ横スマ前繋がってるんですか、ちょっとそういう疑問があるんやけど、まあ、とはいえ、VIP だからね、さすがに何かしらね、抵抗はしてるはずだから、抵抗できないということはコンボになっているのか、それとも読み合いだかっていうのか、
あ、もうやばいってやばいってやばいって、もうやばいって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 、マジ殺すよとかやったらこいつ人気1やろ絶対。うん。マジで昔のね、殺すよで合ってるのかな、 なんていうの、コロシアム、そういうなんか中世の時代やったっけ、あるのって、そういう時代やったらもうマジでね、カズヤーカズヤーってもう歓声が響きそう。三島、ちょっとまあ時代的にちょっと名前がね、もうジャパニーズなんだけど、あれでもあれなんで負けてんのこいつ、ちょっとえ、なんか知らんけどストックが負けてる、え、明らかに勝ってたよな今の、うまくね、今のね、ディレイかけてのヘブンズドアうまくね、まあ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 、ストックなんだらもうね、もううちの三島さんはね止まんないから、うちさん、あ、止まんねえからよ、止まんねえからよ、うちの目、ああ、止まるんじゃねえぞ。財布2回打つとこね、もうメンタルえぐいな。鋼の心臓じゃん。こいつどうなってんだ、マジで。はい、以上、面白かったね。チャンネル登録とお願いします。はい、というわけで今回大歓声見ていきましたが、まあね、1回目のロックマンの動き、本当にもう世界レベルかよっていうぐらいね、すごい見惚れましたけれども、まあ、結局ね、大歓声といえば、カズヤさんな気がしてならんなぁ。めっちゃ面白かったなぁ。ちょっとね、これからも大歓声会、まあ、最低でも一試合、ちょっとカズヤ入れますわ。やっぱ、みんなカズヤ好きですか？やっぱカズヤの大歓声好きって言うと、俺だけ？ちょっと皆さんね、楽しかった、面白かったって思った人はね、ちょっとコメント残してください。カズヤの大歓声もっと見たいとかね、コメント残してください。ちょっとね、そのね、コメントで僕はね、その大歓声のね、まあ、カズヤで検索する、ちょっと頻度が上がると思うから、ちょっとよろしくお願いします。ということで、はい、久々の大歓声会やったけど、前回はあれか、普通の大歓声見に行ったんだっけ？じゃ、結構久々の大歓声会やったけど、僕的にちょっとね、まあ、戦闘力高い空の試合とかもね、見たいと思ってるんで、まあ、大歓声の検索がちょっとね、まあ、止めません、僕は。よろしくお願いします。はい、どうもー、尺稼ぎ TV です。ですね、最近ですね、ファイアーエンブレムの風化雪月っていう、まあ、スイッチのやつあるじゃないですか。多分、ブレートスのやつね、みんなわかると思うけど、あのやつが出てくるゲームなんだけど、それの実況プレイ動画をまあ、僕好きな人がいて、実況者でね、まあ、その人見とったんやけど、めちゃめちゃ面白かった。ねえ、超面白かったから、ちょっとね、ファイアーエンブレム興味ないって言ってもちょっとよかったらね、まあ、自分の好きな実況者とかがね、もしやっとったらそれでもいいし、まあ、適当にね、実況プレイで検索してみるのもいいと思うんで、ちょっとね、見てほしい。ちょっとストーリーは長いんやけど、見てほしい。ちょっとみんなにあのストーリーを知ってほしいという、この気持ち、僕は実況プレイしませんけど、見てください。僕は実況プレイしません。